最近よく使ってます。なんか保湿効果もあって唇が潤っていい感じです。で、同じくアミューズの、こちらはスプリングナイト、紫が少し入ってるかな、渋めのピンクです。これ意外と薄付きで使いやすいです。はい、次もアミューズです。これリップの中で一番新しいです。ですね、これも商品名読めないな。色がですね、02番、商品名わかんないな。色がですね、OR01 コーラルオレンジです。見た感じオレンジじゃなくて赤ですけどね。ですね、フェイクメイクのリップはすごく塗りやすくて発色もいいので結構気に入って使ってます。でも確かこれはもう廃盤だったような気がします。最
しなくて塗りやすいです。でもう一色がこちら、07番ですね。シアー系のリップですね。結構塗りやすいです。ウェイクメイクは安くていい商品が多いですよね。これマグネットになっててピタッとくっつきます。でさらにこちらも色違い、番号が10番、した時にこの色違いは紹介してたと思うんですが、ドレッサーの奥から出てきました。色が11番、オレンジベージュ系かな、ティントリップですね。これも塗りやすいです。こちらはですね、カラグラムの、カラグラム、あれ違う、商品名が2回書いてあるだけかな、あったこれかな、サンダーボルトティントですね。血のような
しましまになってるんですけど、ちょっと映像じゃ分かりづらいと思うんですが、このですねしましまの赤い部分が若干さっきのと色が違います。リップの色は、まあ、似たような感じなんですけどね、パキッとした赤です。
次はこちら、クリオのメルティングマット色が03番。次はこちら、ザ・セムのマウシーズキャンディーティントかな、色がチャイティキャンディー型です。する動画でこれの色違いでピンクとあとグリーンだったかな、紹介したと思うんですが、イエローとホワイトも出てきました。こちらはですね、ザ・フェイスショップのジェラートティントの06番。色はこんな感じ、ですね。匂いはこれがね、オレンジじゃないんですよ。なんだろうこれ、ちょっとバニラっぽい匂いします。あ、白だからバニラかな。はい、次してるタイプのオレンジブラウン系ですかね。ちょっと今度使ってみよう。はい、次はこちら、ベリベラの
じですね、色が。次、ビーアイドルのムッチリップの色がですね、03のチラシプラム。知るタイプですね。ローズピンク系ですね。レブロンって割と匂いが強かったりするんですけど、これ何にも匂いないですね。付けするとプランパー効果で唇がぷっくりします。少し塗るとピリピリとした刺激もあります。唐辛子とか入ってるんだっけ、プランパーって。多分ぷっくりさせるためにそういう成分が入ってるんですよね。これ何にでも重ねられるので。出したら戻せないタイプです。キラキラです。
ず下地から紹介していきます。ラロッシュポシェの UV イデア XL プロテクショントーンアップ日焼け止め乳液化粧下地。これ買ったばっかりでまだ1回も使ってないです。まあ、前から結構話題にはなってたんですけど、お値段が高いのでちょっとどうしようかなと思って買ってなかったんですが、ちょっと今年は使ってみようと思って、購入してみました。出してみましょうか。すごいスルッと伸びますね。種類くらいあったような気がするんだけどな。はい、次はこちら。これどこだっけ？オピュのスタートアッププライマーのポア。毛穴を下地ですね。色ベージュピンクです。こういうポアプライマーって割とこう練りが硬いのが多いんですけど、割とサラサラっとしてます。サラッとしてて春夏向きのクッションファンデかなと思います。カバー力もあります。
サラサラしてるリキッドファンデです。ちょっと出しすぎちゃったかな。カバー力かなりありますよ。毛穴とか気になる人いいかも。ほらもう血管見えないでしょ。足がついてます。小さいけど小回りが効きますね。はい、次はこちらフェイクメイクの、ブローコンテ。これもブラウン系のアイブロウです。こう一見見た感じはアイシャドウっぽいんですけどね。ペンシルタイプの、ペンシルじゃないか、スティックか。これさっさっさと描いてブラシでぼやかすといい感じになります。色03番です。はい、次はこちらヘビーローテーションのカラー&ラインコームナチュラルブラウン。これですね、私あのこのペン先がサインペンみたいなタイプのアイブロウなのかなと思ったんですけど、ちょっと違ってて、こうカチカチっとして中の液が出てくるタイプのアイブロウでした。でなんか液のこう出てくる量が調整がしづらくって、結構ドバッと出てきちゃうのでちょっとね使いづらいんですよね。いまいちです。はい、次はアイライナー、カラグラムのクリームライナー。色は少しラメ入ってます。でこれペンシルがこう三角になっててすごい持ちやすいんですよね。こういう形っていいなと思いました。転がっていかないしね。次はこちらキャンメイクのスリムシェードライナー、スリーウェイか
として使ってます。何がいいかってね、このすごい細い筆が書きやすいんです。ただなんかこれインクがすぐなくなっちゃうんですよね。でこれ色違いも持ってて、こちらですね、3way slim eye ジューライナー01、色はピンクですね。涙袋にすごくいいです。こう自然にこのピンク色が馴染むんですよね。で失敗しない、おすすめです。次はマスカラですね、こちらはですね、以前マスカラを紹介する動画をアップしたんですが、コメントにですね、オリカオリカのマスカラを勧めてくれた方がいたので購入してみました。オリカオリカのラッシュコレクティングマスカラ、チューブタイプです。で結構ブラシが太めですね。この太めのブラシでボリュームがすごい出ます。落ちにくくてなかなか気に入ってます。ショッキングって書いてあるんですけど、これまつげ用の美容液です。こんな感じ、透明になってて、先にねなんか丸っこいポンポンがついてるんです。私あのまつげ用の美容液は眉毛にも塗ってます。同じ毛だからいいだろうっていうことで、でここのポンポンの部分が眉毛すごく塗りやすいんです。はい、ということで今回は、紹介しきれてなかったコスメを追加で紹介してみました。まだ出てくるかもしれないですけどね、お気に入りのものを並べてみました。アミューズのティントリップとマモンドのリキッドファンデーションと、キャンメイクの3way slim eyeliner です。コスメとかスキンケアなどを紹介すると